ゆりです。今回はニコンさんから6月25日に発売されるマクロレンズ 105mmF2.8 というレンズを紹介します。これはニコンの Z シリーズ用の 105mm という中望遠のマクロレンズということで、望遠レンズならではの圧縮効果やボケを楽しみつつ、マクロレンズなのでかなり近距離まで寄って撮影することができるといういろんな用途で使うことができるレンズです。私は正直今まであんまりマクロレンズを使ったことがなかったんですけれども、久しぶりに使ってみるとその便利さと面白さを実感しました。特にこの 105mm のマクロレンズは中望遠レンズの写りを楽しみながら近くまで寄って撮影することができるので、普通のレンズではなかなか撮れないような写真を撮ることができます。また最低 F 値も 2.8 と比較的明るいので、 105mm の単焦点レンズとして普段使用もできます。今回の動画ではこのレンズの特徴やおすすめのポイント、実際に使ってみた感想から作例までを紹介します。それでは早速始めていきます。このレンズは 105mm の価格で撮影できるマクロレンズです。 105mm と聞いてもピンとこない方もいると思うんですけれども、 105mm っていうのはいわゆる中望遠レンズと呼ばれるもので、ちょっと遠くにあるものをクローズアップして撮影するのに適している焦点距離になります。カメラ初心者の方が最初に扱うのがだいたい 35mm とか 50mm のレンズになると思うんですけど、それと比較するとかなりアップめに映るので、最初はちょっと使いづらいなっていうふうに思うかもしれないんですけれども、望遠レンズは余計なものを映さずに主役だけにフォーカスして撮影することができるので、私はこの中望遠レンズと呼ばれるだいたい 85mm から 135mm ぐらいの焦点距離のレンズを普段から愛用しています。なのでこの 105mm っていう焦点距離は個人的に絶妙に使いやすくて魅力的な画角だなと思います。もちろんマクロとして被写体に近づいて撮影することもすごくいいですし、遠くからズームアップして撮影することができるので、動物とか近づいたら逃げてしまうような被写体にもすごく使いやすいです。でまた圧縮効果っていう被写体自体が密集して映る効果も望遠レンズならではの効果なんですけれども、その効果もあるので、例えばお花畑みたいに密集した様子を表現することもできます。また望遠レンズは被写体を歪みなく綺麗に撮影することができるので、テーブルフォトやポートレート撮影にも非常に向いています。これだけいろんな被写体の撮影に使いやすい焦点距離なのに加えて、このレンズはマクロレンズなのでかなり寄って撮影することができるのが大きな特徴だと思います。このマクロレンズの最短撮影距離は 29cm ってやって、かなり近い位置でもピントが合います。望遠レンズってなかなか寄れないことが弱点っていうことも多くって、私は Z シリーズの 85mmF1.8 のレンズを持ってるんですけど、これは最短撮影距離が 80cm もあるっていうことで、正直なかなか寄れません。実際にどこまで寄れるかっていうのをちょっと2つのレンズで比べてみると、 85mm のレンズはここまでしか寄ることができません。私は普段あんまり寄って撮影することっていうのは少ないんですけれども、それでももうちょっと寄って撮影したいのにっていうふうに思う時が割とあります。でそれと比較するとこの 105mm のマクロレンズはこの距離まで寄って撮影することができます。マクロレンズだからこそかなり細かいところまで撮ることができるので、例えば商品のすっごく細かい作りだとかにフォーカスしたりだとか、お花の花びらだけをきれいに切り取りたい時とかにすごくおすすめだなと思います。 105mm っていう望遠レンズでありながら近づいても問題なく撮影できるところがストレスフリーで撮影できるいいレンズだなっていう風に実感できます。またこのレンズでいっぱい写真を撮ってみて思ったんですけど、とにかくこのレンズはボケが綺麗です。最低F値が F2.8 で、普段から結構 F1.8 とか F1.4 の単焦点レンズを使っている方にとっては F2.8 ってあんまりボケないんじゃないのっていう風に思ってしまいがちだと思います。
実際に私も普段 F1.8 とか F1.4 まで下げられる単焦点レンズを使っているんですけれども、この 105mm のレンズはマクロレンズなのですごく被写体に寄ることができるんですね。なのでボケがかなり綺麗に出てくれます。マクロだからこその切り取り方と、とろけるようなボケが楽しめる点もこのレンズの大きな魅力だなっていう風に感じました。お花やポートレートなどどんな被写体でも割と綺麗に背景がボケてくれるので、どんな場面でも使いやすくって、これ1本持っているだけでマクロと普通の単焦点レンズとして2通りの楽しみ方ができるのがすごく面白いなと思いました。でここまでこのレンズの写りの部分にフォーカスして説明してきましたが、まあ、レンズを購入するときに大事になるのが大きさと重さになると思います。どれだけいいレンズでもやっぱり大きくて重くて持ち運びづらいっていう風になると、特に女性は購入に至らないことが多いんじゃないのかなと思います。このレンズは、まあ、パッと見たところだと結構大きく見えると思います。まあ、実際大きいことは大きくって、大きさとしては 85mm×140mm になります。私が持っている 50mmF1.8 のレンズと比較するとやっぱりこれだけ大きさが変わります。ただ重さの方は思っている以上に軽いです。私も最初にこれを見た時、すごい重そうだなっていう風に思ったんですけど、実際にこれを持ってみて軽っていう風にすごいびっくりしました。実際の重さは約 630g ぐらいあって、もうそれだけ聞くと、まあ、正直そんなに軽くはないなっていうふうに思うんですけど、でも実際にこうやって持ってみて 630g もあるかなっていうふうに思うぐらい軽く感じるっていうのがすごく不思議だなって思います。でもそれだけ軽く感じることができるんで、結構お外であっても手軽に持ち運びやすいっていうのがすごくいいポイントだなと思います。レンズの側面にはオートフォーカスとマニュアルフォーカスを切り替えるスイッチがあります。オートフォーカスっていうのはピントをカメラが自動的に合わせてくれる機能になっていて、マニュアルフォーカスっていうのは自分でピントを合わせるっていうものになります。ここのボタンを変えるだけでオートフォーカスで撮るかマニュアルフォーカスで撮るかっていうのを簡単に変えることができます。結構マクロレンズってピントがシビアなところがあって、被写体によってはオートフォーカスだとなかなかピントが当たらなかったり、ちょっとピント合わせるのに時間がかかってしまったりっていうことがあります。そういう時はもう自分でピントを当てたいところに手動で合わせる方が早くて正確っていうことも多いです。そんな時にこのオートフォーカスとマニュアルフォーカスを簡単に切り替えられる点はすごく操作性が良くて使いやすいんじゃないのかなと思います。またもう一つ特徴的な機能がこちらのスイッチで、これはフォーカス制限といってピントが合う範囲を限定する機能になります。っていうのも普段オートフォーカスでピント合わせるときに、通常は目の前にあるもの全ての中から、まあ、ピント位置を探してピントを合わせているんですけれども、ピントが合う範囲が広いとどこにピント位置を合わせようっていう風にピントは迷ってオートフォーカスが遅くなってしまうことにつながります。なのでピントを合わせる範囲を最初から限定しておくことで、ピントをより早く合わせることができるのがこのスイッチの効果になります。でこのスイッチの 0.5 から 0.29 っていうのはここまでの範囲内でピントを探しますっていうスイッチになります。なのでマクロしか撮影しないっていう状況であれば、このスイッチを 0.5 から 0.29 の方にしておくとピントが早く合うようになります。まあ、マクロレンズっていうこともあってピントが当たる範囲を限定させることによってより効率的に早く撮影することができる、これはすごく嬉しい機能なんじゃないのかなと思います。さらにこのレンズは防塵防滴機能がついているため、雨の中とか砂浜とか結構過酷な環境の中でも使うことができます。マクロレンズって水滴とかも綺麗に撮ることができるので、雨の中で撮りたいっていう方のニーズにも合うんじゃないのかなと思います。また手ブレ補正機能もついているので、シャッタースピードがあまり稼げない暗めの環境などでも安心して使うことができます。 105mm っていう中望遠の焦点距離はどうしてもシャッタースピードが稼ぎにくいっていうことが多いので、これはあって嬉しいポイントだなと思います。最後に大事な値段について説明します。こちらはメーカーの希望販売価格が税込14万4320円です。
メーカーの希望価格なのでもう少し安く買えるケースもあると思うんですけど、まあ10万円を超えるレンズっていうことでちょっと高いなっていう風に感じる方も多いんじゃないのかなと思います。でも他のメーカーの同じぐらいの焦点距離のフルサイズ用マクロレンズと比較すると、だいたいどれもこのぐらいの値段設定で、まあ、それぞれ若干性能の違いとかはあるんですけど、むしろこのニコンのレンズは安い方になります。マクロ撮影ができるレンズはなかなか限られていますし、何よりもマクロもできて、さらに通常の中望遠単焦点レンズとしても使うことができるので、そう考えたらコスパも悪くはないんじゃないのかなと感じます。やっぱりかなり寄ることができて、しかも Z シリーズのレンズならではの美しい描写で写ってくれるので、細かい部分まで綺麗に写真に残すことができます。なので例えば商品の細かい部分まで写す商品撮影の仕事をする人なんかは絶対に持っておいた方がいいレンズなんじゃないのかなと思います。また中望遠レンズの、まあ、単焦点レンズとしても使えて、さらに寄って撮影することができるっていうことで、距離感がコントロールしづらい動物とか子供の撮影もストレスなく撮影できるんじゃないのかなと思います。で結構子供とか動物とかを撮影するときに、離れた距離から自然な姿を撮影したいなって思って望遠レンズとかで撮影してても、ちょっとの弾みでこっちに向かってきてしまうっていうことがあると思うんですね。そういう時にあんまり寄ることができないレンズだと、近づいてしまった瞬間にもうピントが合わなくなって、あ、写真が撮れなくなってしまったっていうことがあると思うんですけれども、このレンズはマクロのレンズなので、やっぱり近づいてもピントが当たるっていう面で、もちろんアップにはなってしまうんですけれども、それでもピントを当て続けることができるっていうのはすごく使いやすいんじゃないのかなと思います。外でももちろんいいですし、結構離れた距離を取りづらい室内でも近づける分すごく楽しめると思うので、そういう意味でもこのレンズはおすすめなんじゃないのかなと思います。今回はニコンさんから新しく発売されるマクロレンズと 105mmF2.8 を紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。私は冒頭にも話した通り、普段マクロレンズはほぼ使わないんですけれども、今回マクロを使ってみて、自分が普段見えないような世界を切り取ることができて、写真をさらに楽しめるきっかけになったんじゃないのかなと思いました。特に今はなかなかちょっとお出かけができない状況が続いていて、どうしても撮影に行くとなると自分の、まあ、家か近所の公園ぐらいしかない状態です。そんな時に普通のレンズではちょっと物足りないなと思っても、マクロの世界を写してみると初めて撮れる写真がすごく多くって、新鮮な気持ちで写真を撮ることができました。しかも本当に綺麗にボケてくれるんで、やっぱり撮っていてすごく楽しいです。いつも見慣れている空間でもこのレンズを通すと全然違う景色を楽しむことができて、カメラの新しい楽しみ方を増やせると思うので、ぜひ使ってみていただけたら嬉しいです。詳しいレンズの詳細は概要欄に載っているので、ぜひご覧いただけると嬉しいです。このチャンネルでは旅やカメラの楽しみ方についてこれからも発信をし続ける予定です。この動画を見ていいなと思ってくださったら、チャンネル登録やいいねボタンをいただけると嬉しいです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。